およそ19万ものアイテムを揃えるハンズマン草見店。店内には日常生活に役立つ商品が勢ぞろい。暮らしの悩みは全部ハンズマンで解決しちゃいましょう。暮らしの困った解決隊。さあ、こちらのコーナーでは暮らしの困ったなーやこんなのあったら便利だなといったものをハンズマンの厳選商品で解決してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、春になりまして何かを育てたいな、そうは思いませんか、うん、そうですね、やっぱりこれから家庭菜園の時期でございますし、現在ハンズマンにはたくさんの苗が続々と入荷しました。今回は苗の種類や育て方をハンズマン植物担当の山本さんに教えてもらいます。山本さん、よろしくお願いします。苗のスペシャリストですからね。うわー、会いたかったです山本さん、はい、ありがとうございます。まずは目の前にじゃじゃん、はい、ありますトマト。すごい種類ありますね。ありますね。まず人気の、まあ、サントリーさんの純甘、うん、この純甘が、はい、本当に純に甘い。早速純甘トマトを試食。そのお味は、うん、本当に甘い。皮がちょっとパリッとした感じの、でも噛んでいくと果汁がわっと広がるような。めちゃなりトゥインクとかめっちゃなるんですか、やっぱり。めちゃなります。大体ですけども、大体100個ぐらいです。これがえらい輝いてませんか、うん、プレミアムミニトマトプチプヨ。もう早いぞ、これは早かったよ。食感が全然違う。さくらんぼみたい。皮が薄くてふわんと口の中で広がるようなトマト。ちょっと昔ながらのトマトの味はしっかり残ってる、うん、ね、私それが好きなんですよ。それも、はい、これができるんだったらちょっとやってみようかなって今ちょっと前のめり。おおー、いいんですよ、言葉だけでいいですけど、やっぱさすがですね、前のめり。さあ、材料を用意してもらいました。必要なのはもちろん苗、はい、それからプランターですね。プランター、大体20リッターの土を使うんですよ、1株で。1個にこれ、はい、これがまずまだ大きくなりますし、しっかり養分も必要なので、やっぱり最低1株で20リッターは必要になります。まずはボラ土をプランターに入れていきます。野菜専用にブレンドされて配合された土、まあ、またこの野菜の土に限ってはですね、元肥も入ってますので、最初の肥料はもう入ってますので、これで大丈夫です。この苗を植えていくんですけども、はい、高さをですね、苗の高さと合わせて、ちょうどこの表面を合わせて植えてもらいたいんですね、はい、であんまり深く植えない、そうですね、ちょうど高さを合わせて、深すぎても浅すぎてもダメ、ダメ。これ水やりとかってどれぐらいの頻度でやっていった方がいいんですか。実がつくまではたっぷり、表面が乾いたら、水をあげて、下からこうしっかり水が出るぐらいですね。へえ。実がつき始めてから水は控える。水を求めて根をしっかりこう、水はどこだとこう求めて根が伸びていきます。で、この根が伸びると土の中にある部分をしっかり吸えるようになるので、そのために根を伸ばしてあげなければいけないので、水を控える。雨とか降ってきたら、そうですね、まあ、こういうプランターであれば、はい、まあ、軒下とかですね、雨の避けれる場所にちょっと避けてあげて、で自分のコントロールできる水やりの仕方をしてあげた方がいいかと思います。植えてからおよそ1ヶ月経つと、こんなにも大きく育つんです。やっぱりこうやって大きくするためには肥料って必要なんですか。はい、肥料は必要になりますね、はい。これでもどのタイミングでどれぐらいあげたらいいんですかね。1段目に花が咲いたタイミングですね、はい、まあ、大体 50g ぐらいでいいんですけれど、まあ、大体一握りですね、軽く一握りを、はい、バッと上に、上で大丈夫です。上でいいんですか。上で大丈夫です。次に今度は3段目に花が咲いた時です。おお、そしてまたさっきみたいに、はい、ひとつかみを上に乗っける、はいはい、で次はどうなってくるんですか。次は5段目です。あ、じゃあキス、はい、人間でいう七五三みたいな感じ、はい、そうですね、そう思ってたらいいですね。節目節目にちゃんと、はい、ね。そしてトマト以外にもいろんな野菜の苗が入荷していますよ。すごい美味しそう。本当ですね。これも育てられちゃうよ。はい、そうです、はい、苗からでしょ。苗からです、はい。向井さん、パプリカがこれガブリエル
ていう品種なんですね。大型パプリカ、いやいやいや、ほらほら、いやいや、長い、大きい。小雪ちゃんの 顔の長さぐらいある、かなり。しかも持った感じ肉厚なのが分かる、うん、甘みがある。甘いですよね。おいしい。これすごい、種なしピーマンだって。そうなの、世界初の種なしピーマンです。世界初、はい、種がないピーマンとか見たことないですよ。ないですよね。え、本当に、ね、本当にかどうかちょっと聞いてみよう。はい、おおおおお、ない、本当に種がない。これ種がないだけじゃなくて苦味も少ないんです。すごいみずみずしいピーマン、はい、あのピーマンの程よい苦味はあるんですけど、あの臭みがない、うんうん、美味しい。これはいいチンジャオロースができますね。もうメニューもバッチリですね。一応注意点としてですね、はい、あの普通の一般品種のピーマンとか唐辛子があると、まあ、やっぱりそこで交配したの種が出てできてしまうことがあるので、まあ、この種なっぴだけ植えておく分には大丈夫なんですけどね。なるほど、はい、近くに植えたら種ができちゃうよ、うん、ことがあります、はい、こともあるよ、はい、またほったらかしでも美味しく実がなる放任高級メロンもおすすめ。5月上旬に入荷予定です。さあ続いてはさつまいもの苗。うわ、こんなにいっぱいあるんですね。ねえ、種類たくさんですよ。これ一応苗みたいな感じでしょ。根っこがなくってこうちょん切れてる、普通のちょん切れて葉っぱっていうか、これ一本一本の苗なんですけども、はい、これ本当に畑にこう寝かしてですね、そこにこうグッと根を入れていくと、うん、押さしていくだけなんですけど、だからめちゃめちゃ簡単なんですよね。ちょん切れてる、まあね、ちょん切れてますよ、はい、でこれを植えると根っこが出てくるってことでしょ、はい、そうです。これ一本からあのしっかり大体1キロぐらい取れますから。おすすめどれですか、うん、でも最近人気なのはもうやっぱりしっとり系の甘い紅はるか安納芋シルクスイートですね、はい、シルクスイート、もう最近の一番人気はこの紅はるかですね。へー、はい、あ、ほら、安納芋に匹敵する蜜芋って、はい、そんな大人気の紅はるかいただいてみましょう。しっとりねっとり、本当にね、甘い。おいしい。お芋の香りがする。すごいですこれ。いや最高だ。これはもう家庭菜園で、はい、もう畑がある方はぜひ作って、はい、お家でこれストーブの上とか、まあ、銀紙で巻いてこう焼いて食べてる、めちゃくちゃ美味しいですもんね。美味しいですね、はい、うん、ちなみにさつまいもを育てるとき意外なコツがあるそうです。コツってあるんですか。コツはですね、基本的には手をかけない。手をかけない、甘やかすなと。そうです、甘やかすなんです、はい、ほったらかしてて、ほったらかしがいいですね、はい、あとあの植える時のポイントがあるんですけどね、はいはい、あの朝植えるんじゃなくてやっぱ夕方がいいんです。朝植えるとこれからのお天様のこう日がどんどん照ってきますよね、はい、やっぱり根、苗がしっかりちょっと疲れてしまうので、夕方だとあのしっかりこう根を張れるという。時期的にやっぱ今植えるのがもうベストタイミングなんですか。梅雨入り前までですね、まあ、今時期が一番いい時期です。雨水をうまく利用してもらって曇りの日か翌日雨の日がいいです。これって収穫はいつぐらいになるんですか、うん、霜が降りる前まで収穫したいので、そこから逆算して、まあ、130日前ぐらいですかね。今植えるとだいたい10月ぐらいには、うんうん、まあ、十分取れる。なんか保存の方法とかコツあります、うん、はい、あります。でこれを土をつけたまま保存してもらいたいんです。なんかさつまいもってちょっと置いた方が甘くなるって言いますよね、うん、そうです。寝かすとですね、このでんぷんが糖分に変わっていくので、まあ、涼しいところで、やっぱりあの寝かしてもらった方がいいですね。そしてハーブ苗も種類豊富に品揃え。今回は苗の販売も行っているレモングラスとステビアでハーブティーを試してみることに。じゃあ収穫したものをチョキンと切って、うん、そうですね、はい、今ポットの中に入ってるよ、はい、今回もフレッシュでも積み立てのやつをちょっと刻んでですね、今日そのレモングラスに甘いステビアを。結構たっぷり、うん、たっぷりですね、なんですね、はい、ちょっと全部いっちゃいます。めちゃめちゃいい甘い香りがします。甘いの、甘い、はい、うわ、そしてまた美しい
これは少し待った方がいいんですかね。そうですね、5分ぐらい待ちましょうか。うわ、昔ママごとでこういうことになりよったよねそれはレモングラスじゃないもんね。わかるわかる、草ですもんね甘い甘い、むちゃむちゃ甘い。香りがレモングラスのいい香りを鼻に抜けるけど、はい、味はすっごい甘い、はい、なんでっていうぐらい。レモングラスの爽やかさとこのステビアの甘みっていうのは、はい、いい塩梅で、うん、しかもあの最後口の中に残ったこの香りをずっと楽しめる、うん、はい。しかもお家で、まあ、はい、プランターで実際にハーブを作ることができる。はい、はい、そうですね。はあ、最高じゃないですか。いいですね、うん、ハーブって簡単なんですか。うん、基本的にはやっぱ簡単で、まあ、寒さに弱い品種もあるので、まあ、その特性を見てやっていただけたらと思います。またお花の苗もお庭やプランターで色鮮やかに咲き誇ります。いや、お花もたくさんの種類がありますね。はい、たくさんあります。今年のおすすめがですね、はい、まずサントリーさんの、サフィニアアートの桃色ハートです。うわ、桃色ハート、ネーミングがね、かわいい。かわいい、ピンクのところがハートになってるよって。うわ、しかも結構お花がたくさんなるタイプなんですね、はい、これはね。そうですね、一株でも大きくなっていきます。この今一株ここありますよね、これ、はい、こうそうなります。はい、めっちゃすごくないですか。はい、なっていきますね。はい、すごい。しかもこの桃色ハートの隣にまた可愛らしいネーミングのいちごシェイク、はい、こちら新商品になります。シェイクが溶けていくように色変わりも楽しめる、うん、だからいちごシェイクっていうのですか。そうですね。あとこちらもですね、また新商品なんですけれども、はいはい、サントリーさんのミリオンベルのプチホイップです。これもこの一株でこの大きさに、はい、まだまだ大きくなっていきますからね。うわ、すごい、はい、こんなに大きく育つんですね。なりますよね。はい、お得感めちゃありませんか。ある。どれぐらいの期間楽しめるんですか。これもプチホイップは10月ぐらいまで、今植えてからですか。そうですね、はい、楽しみも長いですね。長いですね。さあ、今日はいろんな苗を紹介しましたけど、どうでしたか。はい、いや、トマトの苗の種類の豊富さ、ハーブもね、家で育ててね、はい、あえてハーブティーにすると本当いい奥さん。わー、ありがとうそれでは暮らしの困った解決、はい、次回もお楽しみに。はい、現在ハンズマンではガーデニング大賞の作品を募集中。自慢のお庭などを写真に撮ってご応募ください。お待ちしています。